ジェームス・トロイージは、オーストラリア・アデレード出身のサッカー選手。A リーグ・アデレード・ユナイテッド FC 所属。元オーストラリア代表。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。トロイージは、イタリア人の父とギリシャ人の母の下で、南オーストラリア州アデレードに生まれた。2007年1月10日、入滑するユナイテッド FC の下部組織から、 トップチームと2008年6月までの契約で初めてプロ契約を結んだ。2007から08シーズン開幕前のハートリプール、ユナイテッド FC とのプレシーズンマッチではにアシストを決めるなど好調を見せ、プレミアリーグや UEFA カップでベンチ入りを果たしたが、契約終了までの間に出場は叶わなかった。 2008年1月、オランダのローダ JC のトライアルで2試合プレーした。ローダ側は完全遺跡を望んだが、入荷する側は、トロイージがまだ23歳以下のユース育成段階の選手と主張し、育成費を求めたため交渉は決裂した。5月6日、2007から08シーズン終了をもって、契約を終了することが発表された。 ニューカッスルから放出された後は、オランダの MEC 内務編やスペインのクラブから、関心を寄せられていたものの、2008年8月末に3年契約で、トルコのゲンチュレルビルリー SK に移籍。9月14日、ホームのアンカラ19マイススタジアムに、エスキシェヒルスポルを迎えた試合で65分にエンギンバイタルに代わりデビューをした。2009年1月24日、 アウェイのカイセリスポル戦でキャリア初のハットトリックを決め、3から1で勝利した。2009年7月、カイセリスポルに4年契約で移籍した。カイセリスポルとの契約が切れた後、2012年8月22日に自由移籍でイタリアのユベントス FC と4年契約を結び、8月24日にマノロガッビアディーニのユベントス移籍の一部として、アタランタ BC へ、 共同保有での移籍が発表された。2013年9月24日、メルボルンビクトリー FC へ期限付きでの移籍が決まった。2016年8月1日、メルボルンビクトリー FC への約2年ぶりの復帰が決まった。2017年7月26日、クラブとの契約を2019年までの2年間延長した。2019年10月5日、 アデレードユナイテッド FC に2年契約で加入した。2007年4月18日、2008年北京オリンピックのサッカー競技アジア予選2次予選サウジアラビア戦で U-23 代表デビューをした。試合は1から2で敗れたものの安定したパフォーマンスを見せたトロイージは次のイラン戦にも出場し初ゴールを決めた。本大会のメンバーに選ばれ、 グループリーグの2試合に出場した。2008年3月22日、シンガポールとの親善試合で、左 SH で、オーストラリア代表デビューをし、2011年6月5日のニュージーランド戦で、初ゴールを決めた。アジアカップ2015決勝の韓国戦で、決勝点を挙げ、オーストラリア代表のアジアカップ初優勝に、貢献した。ありがとうございます。